あとね、100均でね、防虫ネット買ってきてね、ちょっとつけました。これ二重にしてます。うん。1メートル ×1.4 メートルっていうのをね、まあ2枚ね、こう二重に重ねて、上でね、ちょっとクリップでね、3箇所止めて、ね、バーで探して、垂らしてるのね。で、このね、中の空洞にこう干し柿を吊るすわけですよ。それで鳥がつつくのをね、まあ、守るんですね。鳥がつつくからね。よし、じゃあ、柿むくか、柿。はい、こんにちは、カツオです。今日は2022年の11月の9日ですね。今ね、ちょっと外でね、作業したんで、ようやくね、もうちょっともう日も暮れてくる時なんですけど、柿をね、ちょっと渋柿ね、干し柿用の渋柿剥いていこうと思います。柿はね、ちょっと大きいのと小さいのね、2つ買いました。ちっちゃいのが1個30円だったかな。でもちょっと おまけしてくれたからね。で、24個買って600円でした。こっちの大きい柿はね、1キロ200円だったので、2キロ買って400円で、全部で材料費1000円ですね。で、その他にちょっとね、アルコール度数の高いね、47% の、ね、柿の渋抜き職人っていうね、ちょっとアルコール買いました。まあ、ホワイトリカーとか、アルコール度数が 35% 以上のアルコールでちょっとね、剥いた柿をちょっとそれにつけて、消毒するんですね。カビ防止のためにね。これは700円ぐらいだったかな。うん、ちょっとね、買いました。でちなみに、大きい柿の方は皮剥く前で、263g、まあ大体 260g ぐらい。で、ちっちゃい柿は皮剥く前で、124g、まあ 120g でね。もう延々とね、ただひたすら剥いていくしかないですね。一人だからちょっとなかなか時間かかるけど。これ渋柿のね、皮。おぉ！すげえ！ピリピリピリ、ピリピリっていうかなんか、やばし。渋柿ってすげえな。うん。でもこの生の状態でね、こんなに渋くてホンホンガーってなるやつなのに、こう太陽の光に干してさ、やっとめちゃくちゃ甘くなるから本当に面白いよね。自然の摂理っていうかね。まあ、干し柿ね、ちょっとね、まあ、参考のね、URL、概要欄にね、載せますけれども、そこでは、まあ、いろいろ美容とかにもいいらしいですね。こう食物繊維が豊富で、あと体を温めてね、胃にもなんか優しいっていうね、まあ、すごくね、健康的にもいいと思いますね、干し柿ね。本当にね、こう、とろろって甘いからね、こう、デザートにもいいし、やっぱケーキとかね、食べるよりも、まあ、自然のね、甘さでね、こう、精製された砂糖とかよりね、こっち、干し柿食べた方がね、すごくいいと思うから、自然のね、恵み。本当に僕ね、干し柿大好きです。ちょっと、飲ませるて、言われても、ときめく胸、ね、膨らんできたか、あなたに俺がない、初めてのキス What we do Under the moonlight 奪い合ってね、ピンピッ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 、このまま送るよ、海の見える家まで、ママもパパもとても絶してるよ、お前を大事にしていたいのさ、 You are my middle Just 16 yeah。 いやー、ラッツ&スターいいわ。で、ちょっとこっちのアルコール消毒して、で、渋抜き職人をちょっとこれこっちにね、ちょっと俺もね、こう、まあ、人生で初めて干し柿作るんでね。まあ、多分このやり方でね、いいと思うんですけど、まあ、いろいろちょっとサイト見て勉強したし、うん。やっぱね、カビ生えないようにするのが大事だからね。こうやってね、アルコール度数の高い、焼酎とかでね、ちょっとこう、しっかり、消毒して。
はい、これね、ちっちゃい方のね、柿全部剥きました。それで、はい、こういう風にね、一本の紐でね、ちょっとこう、まあ、肩結びしながらこうね、等間隔で結んでいきました。結構ね、1メートル50センチぐらい長い紐を用意して、で最初ね、先端ね、肩結びでこう普通に結んで、で、次ね、ちょっと同じ間隔でこうね、結んでいくんだけど、で、10センチぐらいかな、そのところにこう、ちょっと輪っか作って、これを被せると。で、ここのね、ヘタの部分ね。で、こう、ギュッと。で、もう一回、結んで肩結びにします。よっ。よっ。よいしょ。で、これでできるね。10センチぐらいのところに作って、輪っか作って、ここに、もう一回やって、肩結び。はい。で、一番上はね、この支柱にね、こうギュッてね、こう紐でね、ただこう、あの肩結びで結びつけるだけですね。できたぞー、やったぞー、嬉しいな、めっちゃ嬉しい。初めて、人生で初めてやりました。うわ、嬉しいな。OK。よし、できたー、よし。まあ2週間とか1ヶ月ぐらいかね、ちょっとどんぐらい、まあ多分そんぐらいできるのかな。うん、まあちょっとね、順次ね、様子をね、動画でお伝えしていきたいと思います。干し柿作ったぞー、カズマンでした。